はい、ということで、どうも、トラでーす。ということで、今日はですね、2月の購入品紹介をやっていこうと思いまーす。はい。2月はね、あんまりアパレル買ってないです。ただ、海外の、倉庫の方に預けてたアパレルを引っ張ってきてたんで、まあ、スニーカーとかはね、ちょいちょいあるかなっていうので、まあ、一つ紹介していこうと思ってます。あとは、まあ、この前の購入診断の時に持ってた松石デザインさん、あのバッグ、コラボバッグとかも、販売してくださいって声がちょいちょいあったので、今日、のタイミングで受注を取って、販売していこうかなと思ってますので、まあ、気になる方は最後まで見ていただけたらと思います。ということで、早速紹介していくよ。Who are you? Who are you? はい、ということで、まず購入品紹介していこうと思います。一つ目が、エイプとキットカディの T シャツですね。これなんで買ったかっていうと、この真ん中のキットカーディのサイズがね、まあ昔のサイズっぽいんですよね、なんか。今まで結構ちっちゃかったような気がするんですよ。あの、リオッティもそうだし、ビッグションとかもそうなんですけど。で、なんかこう、横に絶対、あの、マイルとかがいるイメージだったんですけど、なんか当時の感じがして、まあ欲しかったんですよね。で、これはね、あの、ゾゾタウンで普通に余ってて買ったんですけど、ちょうど当日、販売の当日にね、あの、店舗の近くにいたんで、行った時はもう売り切れてたんですよ、この T シャツ。で、もう最悪と思って、まあ、その並んだわけじゃないですけどね。まあ、普通に余ると思ってたんですけど、売ってなくて、もうこのパーカーしか余ってなかったんで、その時も、いや、もうパーカー買うかっつって、パーカー買ったんですよ。で、後ろ逆らわってみたいになってるんですけど、でその後、普通にゾゾタウンに全部余ってて、まあ、正直、パーカーは、あの、別に買わなくてよかったかなと。T シャツだけで十分だったんですけど、まあ、ないから、記念に買っとくかという感じで買ってしまった、まあ、これ無駄遣いってやつですね、のアイテムとなっております。はい、で次がシュプリームがこの前、立ち上げだったじゃないですか。でその時に買ったアイテムですね。まあ僕の欲しいの結構人気ないやつが多くて、で一つ目がこちら、バン、まあ、パッチワークのロンティーですね。これカラフルなやつと、この黒とグレーみたいなやつがあったんですけど、まあ、こっちがかっこいいなと思って買いました。普通に、今は売り切れてると思うんですけど、余ってたので買いました。いくらだったかな ?17,800円ぐらいだったかな。と、ビーニーを買いました。これですね。これかっこいいって前、あの動画でも言ってたやつです。これが6000円ぐらいです。で、他には、アパレルほんと少ないんですけど、これアメリカの、倉庫に預けてたやつですね。あれですね、マーチマーチ格闘したくてね、あの、マクドナルドのやつもあったんで、ちょっとこんがりうっかりました。はい、まあ、ナイロンのハーフパンツ。で、カラーリングはね、あの、ロサンゼルスっぽかったんで、はい、自分用に、やつ履こうかなという感じで、まあ、刺繍になってたりとか、結構、この辺とか凝ってんじゃないかなって、思うので、まあ、まず履こうかなと思って買ってました。もうだいぶ前に買ったやつですけどね。例えばね、あのアパレルのブランドさんからね、パーカーいただきまして、サミットっていうまだ販売してないブランドなんですけども、ダメージ加工、まあ、ヴィンテージ加工がすごいブランドになってまして、ピグメント染めからのストーンウォッシュかけて、油染め、この黒くなってるところとかそうなんですけど、油染めをしてダメージ加工を入れてるパーカーとなってます。これ新品ですね。まあ、今ね、セントマイケルとかすごく流行ってますけど、まあ、それよりも価格帯は安くて、まあ注目のブランドじゃないかなと思います。ヌビアンとかも取り扱われるみたいですよ。ネイビーの方もね、いただきました。ありがとうございます。こっちの方がね、油の感じ、加工の感じが出てて、僕は好きです。はい。また僕もなんかね、ヴィンテージっぽいアイテムとかも作っていきたいなと思ってたので、またすごくね、参考になりました。ありがとうございました。ということで、次は、スニーカーか。はい、ということで、次はスニーカーですね。まず一つ目こちら、バンズとルックスタジオコラボですね。日本では、ビリーズとドミサイルさんとかしか展開してなかったと思います。で価格がまあ1万5000円なんで、普通のバンズより高いんですけども、まあ素材が違ってたりとかするので、まあ、少し高級感があっていいんじゃないかなと思います。はい。僕結構好きですね。今はもう日本で販売しているところはないと思うので、もう海外で買うしかないかなと思います。海外だとね、今セールになってますよ。僕が買った時は、手軽買いましたけど、100ドルぐらいですね。で、もう一つがこちら。
これ個人診断の時に履いてたやつですね、フィールドブーツなんですが、エサップファーグコラボのティンバーランドとなってます。これはなんで買ったかっていうと、まあ、黒ベースだったので、まあ、フィールドブーツ感がなくていいかなっていうので買いました。はい、価格はね、これもセールで買ったんで、100ドルちょいぐらいだったかな、ちょっと忘れましたけど、はい、安く買いました。はい、ということで次はマルジェラの、スニーカーです。こちらはね、ファーフィッチで5万5000円とかぐらいかなで買いました。で、まあエアジョーダン4をサンプリングしたみたいな感じって言われてるやつです。で、靴紐も変えてて、まあここが撥水分解してる風になってるっていう、まあホストリートっぽくていいかなと思って、買いました。ランランとかよりも僕はこっちの方が、ハマったので買ったんですが、これ実はね、白も買ってたんですよ。で、白も買ってたんだけど、それはなんかハイカットが届いて間違って、で、なんか返品申請みたいなしたんだけど、なんか通らなくて、まあそっちの方がね、価格は高いんだけど、倉庫にね、アメリカの倉庫にまだ未だにあるっていう。ハイカットがね、これぐらい高いんですよ、もっと。だから、黒だったらまだね、いいんだけど、白なんで、結構ごつくて、あんま好きじゃなくてね。それどうしようかなと思ってるんですけど。まあこういうね、スニーカーは、ワンシーズンとかしか出ないのかなと思って記念に買いましたね。はい。なんか名作になるような気がして、買ったまあスニーカーとなってます。まあ、やっと、動画で紹介して履けるかなっていう感じです。あともう一つもあります。これは皆さん、好きであろう。これですね。ナイキエアラバーダンク。ラバーダンクですかね。日本はイエローだったんですけれども、僕はそのイエローの色味があんま好きじゃなくて、海外から買いました。この黄緑の方を。ただ、こんだけスニーカー一気に届いて、全部履くかっつったら履かないかなと思ってるので、この終わった後に僕のウェブショップの方に出そうかなと思ってます。はい。まあ、箱とか、もちろん全部備品とかあるんだけど、箱とかの凹みがどうとかっていう人はちょっとやめてほしいなっていう。で、価格は、自分で買うと多分、送料とか関税かかると、まあ、5万円近くぐらいになると思うんですけど、それ以下で出そうと思ってるんで、欲しい人は、僕のウェブショップから、はい、買ってください。最近なんかね、あんまり、ハイプな感じが、ちょっと、あんまりね、着なくなってて、洋服とかも。なんかまあ、普通にこう、シンプルな感じに、なんかこう、マルジェラのスニーカーとか、そういう風なのを合わせる感じになってきてるので、まあ、ビズミブだったりね。もういいかなっていうので、今回は、この終わった後に、ウェブショップに出しますので、ぜひ、よろしくお願いします。はい、ということで、次はですね、バッグを紹介しようかなと思います。個人診断の時にね、持ってたやつなんですが、まあ、販売は未定だったんですけど、今日から3日間ですね、土日月予約を取って、自注分だけ、オーダーで作っていくという形になります。で、知っている方もいると思うんですけど、前ね、この財布、マティスデザインさんとコラボさせて作らせていただいた、やつです。で、マティスデザインさんの方の、財布のね、デザインを、まあ、配色を変えて、まあ、別注で作ったのはこちらで、もともとは赤、青、紫だったかな。配色があったんですけども、そちらはね、なんかライトニングとかにも取り上げられてましたね。財布でね、すげえなと思ったんですけど、あとはまあカスタムスニーカーとかね、いろいろ、アップルウォッチのバンドとかもそうですけど、作られている方なので、まあぜひね、インスタグラムとかもチェックしてみてください。で、今回もバッグは特別仕様ということで、サイズがあるんですけども、ちょっとわかりづらいと思うんですよね。一応30、35、40っていう大きさで値段は変わってくるんですけど、今回僕が持ってるのは、30と35ですね。サイズっていう、大きさになってます。一応細かいサイズはウェブショップに載せるんですけども、まあ、僕はね、結構ちっちゃいバッグの方が持ちやすいんで、30サイズの方をこの前は手に持ってました。で、中どうなってるかっていうと、まあ、このね、ストラップ開けてもらって、こう、パパって開くと、中にもこうやって物が入れるように、なってます。別注のポイントを紹介していこうと思うんですけど、もともとマティスさんはテント生地だけとかバンダナ柄だけでは作ってたんですけども、こういう風にこうやってストラップと持ち手のところを変えるっていうのはしてなくて、
僕は、マットエフェクトの方でもブラウンと牡蠣よく使ってたので、その色味で作らせてもらいました。サイズもさっき言った通り30、35、40ってあって、細かいサイズはねウェブの方に載せてるんですけども、わかりにくい場合はまあメジャーでねこう測ってみてもらうとなんとなく大きさがわかるじゃないかなと思います。まあ大きい方がもともとは人気なんですけど、個人的には小さい方が使いやすいのかなと思ってます。まあ35か30が売れるかなということで一つずつ作ってみました。まあ、40も一応、販売としては受注としては取ってますので、ぜひ、よろしくお願いします。まあ一つ一つね、作ってくださるので、まあ少しね時間をかかってしまうところはあると思うんですけども、まあ今ねこう生産の工程をかなり簡単にして、まあ、安くね作ってるところとかもありますが、それと比べるとやっぱり全然、物が違って、まあ、一生ものになるんじゃないかなと思ってます。まあ再生産とかも今後考えてないので、まあぜひこの機会に、チェックしていただきたいなと思います。下のねウェブで注文いただけますのでよろしくお願いします。ということで今日はねアパレル、スニーカー、そしてバッグという風にね買ったものを紹介したんですけども、一応その後の動画にもね、告知で載せるんですけども、ノートってやつをやってたんですが、そちらをね3月いっぱいでやめてメンバーシップ、一部メンバーシップの方に移動しますので、まあ興味ある方は今からでもとりあえず入れるので、チャンネル登録の横のメンバーになれたところからぜひチェックしていただけたらなと思います。一応ね、メンバー限定の、動画だったりとかライブ配信をやっていこうと思ってますので、今後、応援の方もよろしくお願いします。ということで今日は動画、終わらさせてもらいます。ということでバイ。ということで最後告知になります。毎週動画には、今月の動画にはつけていこうと思うんですが、今までねノートっていう方を1年半ぐらいやってきてたんですけども、 YouTube メンバーシップに完全に移行します。3月を最後に4月から完全に切り替えという感じで移行しまして、何が違うのかっていうと、まあもともとね週2本動画っていうのを出してたんですけども、メンバー限定でね、それをそっちに移動して、まあ月額が880円が1190円になるんですけども、まあライブ配信ができたりとか、まあそこでコミュニティ作ってもらったりとか、まあプレゼント企画とか、まあそこでしか買えないアイテムとかね、いろいろなんかやろうと思ってるんで、ぜひこの機会に入りたい人は、まあ、入っていただけたらなと思います。一応3月から入っても動画はねノートと同じものを出すので見れるようにしてますので、ただ4月からが、本格的に、やっていくという感じで、まあご了承いただければなと。急に変わっちゃったんで、戸惑う方もいると思うんですけど、許していただければなと思います。一応チャンネル登録の横にメンバーになるっていう項目が出てきてると思うので、そこから、興味がある人はよろしくお願いします。ということで、今日は動画終わります。バーイ。